こんにちは、遠藤正夫と申します。11月2日、2回目のコンサートのオーケストラの作品を出すことになっております。みなとみらいホール大ホールでございますが、作品は、ルーチーポンさんの、これ香港の方ですか、コロナというティンパニーが大活躍する曲ですね。それから2つ目が松尾さん、日本の松尾正隆さんの悠久の書という琵琶と弦楽のため、まあ、弦楽にはソロがありまして、琵琶は、田原さん、田原純子さんが演奏されますが、場合のソロに水野幸香さんが加わっていただきます。3番目にセシリア・ヒュージョン・キムさん、韓国の作曲家でございますが、風が吹いてというタイトルの弦楽アンサンブルと、ダンスが加わりますね。韓国のダンスシアター、カードというのが参ります。その次が遠藤正夫、私の作品でございまして、尺八とオーケストラのための1999年の、まあ、随分古い作品ですが、風の音というタイトルの曲でございます。尺八は福田照久さんが担当されます。最後になりますが、フィリピンのラモン・サントスさんのルバッドという作品がございます。かなり大掛かりな、まあ、編成は大掛かりではないですが、曲がかなり大掛かりなような感じがいたします。全体にアジアの風というタイトル、副題をつけておりますが、どうもアジアの音楽というのは水とか風に関する表題が、なんかあるようで、そういう雰囲気、アジアの風、まあ、様々な風がここで吹くかなという気持ちがあります。オーケストラは神奈川フィルハーモニー管弦楽団、指揮は矢崎彦太郎さんでございます。ぜひ聴きに来てください。どうもありがとうございました。